次入りましょうってとこスッと入れるのに、終わった、あ次どこから入ろうか、ああなんて入っちゃう場合多いからね。だから本当にフレーズとフレーズの間のその間です。ここが僕からしたら一番テンポをしっかり乗ってないといけないとこです、ね、それを結構みんな忘れて、一つ終わったからって止まって待っていて、またうっと歌い出そうとするような場合が多いってことですね。そうするともうテンポには乗れないから、なんか合わせるような歌になっちゃうとかね、乗れてる歌は歌えません。じゃあ行きましょう。さあこのテンポでね、あれそれもね、いきますよ。はい。あれから僕たちは何かを信じてこれる。ここで歩いてます。夜空の向こうには明日がもう待っている。ああそうですね、ね、感想も気抜かないでね、ちゃんとテンポに乗っててください。さあどっから入ろうなんて考えない、テンポに乗ってれば必ず入るとこ分かりますからね、スッと入れます。誰かの声に気づき僕らは目を潜めて、そうですね、はい、夜の風が吹いた、君が何か伝えようと握り返したその手は、いいでしょ、僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。窓をそっと開けてみる、冬の風の匂いがした。そうです、悲しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。はい、いいですね。ね、また感想。ね。もし歩きだったとしたらば、堂々と歩きましょうね。じゃ堂々とした声が出ますからね。さあ、行きます。歩き出すことさえも、いちいちためらうくせに。ならない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの。僕の心の一番奥で空回りし続ける。どの足りてあの頃の未来に僕らは立っているのかな。全てが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも日々は続いていくのかな。雲のない星空が窓の向こうに続いてる。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。ね、はい、ということです。だからロングトーンなんかっていうのは歩いてればそのまま響いてきます。で、響かしてくれるのは例えばこう歩いてますイルー、もう2本目は必ず母音になってます。例えばルー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 って歩くわけないじゃないですか、ね、でも止まっちゃってる人はルーを伸ばそうとしたわけでしょ。だけど今歩いてるからね、そうすると待っているー、ほらもうに変わってるんですよ、ね、だからもうそのままルーいくら長くったって苦しくない。伸ばそうじゃないんですよ。だからいかに響くかどうかですね。
だからその辺、今歩きというね動作でやったけども、その歩くっていうんじゃなくてもいいですから、とにかくテンポに乗ってるところです。でもし歩くんだったら、イメージからしたらば、例えばしょぼーっと歩いてる、同じテンポでもね、なんだかこわごわ、なんか自信がないこの歌なんて歩いてて、一応はリズム感あるから、リズムからずれてはいなくて歌えてるんだけど、こんな、ね、自信のない歩き方をしたら自信のない声しか出ないじゃないですか。だったら堂々と大きな手を振って歩いてるつもりでこうやればララ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 、これはオーバーだけどもね、そういう声も出るよって。だから声っていうのはしっかり発声練習で作っておけば、いかようにでも歌うとき出せます。ところが間違えまいとか、うまく歌おうなんて思って音程で歌ってると、子音ばっかり勝っちゃって響きないですからね。そうするとすぐ息が苦しくなるわけですね。で苦しくなって歌うから、だんだん細くなっちゃう声が、特にドレミファソラシドみたいなね、ひっくり返っちゃう人もいますからね。そういうのは気をつけましょう。